にちは。じゃあ、今回は、はい、ヒレ肉を使ったヒレカツバーガーを作りたいと思います。これフィレです。これをすげえもう丸ごとこの中にズドンと入ってる感じ。マジ、うん、これまあまあ高い点ですね。高そうよね、はい。で今回は、はい、照り焼きソース味にしたいので、はい、照り焼きソースを作ってください。はい、お姉さん照り焼きソース、照り焼きソース、はい、で醤油、みりん、砂糖かな。砂糖たっぷりかな、多分。ちょっと調べようじゃん。お姉ちゃん照り焼きソース、じゃあちょっと中に入れよう。キャベツでも照り焼き、キャベツでも切ろうかしら。ソース、醤油、水、みりん、はい、と、はい、キャベツは限りない、細く細く細く太くで、トマトも入れちゃいましょう。見てください、この包丁の切れ味、ストンプ。トマトは、事務員さんとか、由来さんがダイエットしてるんで、食べます、残りは。じゃあ、僕は照り焼きソース作ってきます。はい、お願いします。醤油、はい、匂い、醤油ちょっと多めに作っとった方がいいかな。まあ、ちょこっとでいいと思うし。あ、OK、うん、高いよ、原価。みりん、横に添えるフライドポテトでも作っとかしら。作っとこう。おぉ、フライドポテト、水、フライド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 、ハチミツ、ハチミツはね、書いちゃなかった。だいたい砂糖って書いてあったら、ね、甘みが強い方が良かろう、はい、砂糖、はい、それで混ぜていきます。モスタイプのフライドポテトにしようかな。あー、じゃがいものね、たっぷりじゃがいものやつやろ。はい、あれが好きなんですよ、で、と片栗粉を、よいしょ、これで水溶き片栗粉も準備していきます。はい、じゃあ俺横に添えるフライドポテトちょっと先に揚げていきます。はい、ちょっと跳ねるかな。大丈夫やろ、いい、素揚げ、素揚げでいいです。ほい、ほい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 、ちょっと味が見てみろかな。照り焼きっぽい匂いしてきたぞ。照り焼きっぽい、お、いい、照り焼きっぽい、お、あ、もうちょっと甘み入れる。あ、いいですね、甘々で。でも照り焼きっぽい、照り焼きっぽい香りがね、もうあのモスの店内の匂い。よし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 、いい感じで、水溶き片栗粉を最後入れる。おー、フライドポテト。おお、ただ入れただけ。あんまりとろってならんな。なんでしょう。三つ目だと思う。三つ目。これ加熱してやろう。すでに美味しそう。これどの順番でしたっけ。ん、そっか、こう。そう、こうですね。そう。揚げちゃいます。
真っ暗に働きよったけんね、大体揚げ時が分かる。マジ？はい。で、ここにお塩。リサイ探偵団、お塩さん。バンズをちょっと焼きます。はい、軽く焼きます。これ冷えたら固まりそう、うん、冷えたら固まりそう。照り焼きソースじゃなかこれ。マグが これ開けていきますよ。はい、この分厚い肉、レアでも食べれそうな。ヒレカツバーガーか。ヒレカツバーガー。この分厚なかなか。ね。なかなかない。立派。贅沢。これは贅沢だ。もう行っちゃおうかな。行く。行きますよ。じゃあこちら。これ分厚い。行きます。最初これですよね。間違いないですよね、うん、はいはい。ここもつけなきゃね、側面もつけなきゃね、これ。はい、いいですよ。1個丸ごとなんだで、卵。あー、はい、気持ちいいよね。わかった、声が、うん、もう気持ちいいって聞こえたもん。はい、パン粉。あーって痛いって言うよ。チクチクするね。チクチクするって。じゃあ行きます。油に。はい。どうも。どうしよう。うわーもう。なんこれ。なんか優しいですね。優しい。上品。上品。上品。ヒレは上品。優しい。うわー。じゃあちょっとこの辺でお隣に失礼します。はい、つくつく言うて気持ち、なんて言ってます。ひでつくつく言うて噛んないじゃん。わーいたー、うわこれ丸ごとですよ。これやば、もうちょっと時間かかるんだね。ですね。分厚かけんね。ゆめさんは激焼きがいいですか。激。ああ、ちょっと火入れる材がいいかな、今回は。もう良さげだな。そう。ほんとね。もう余熱で熱が入りそうだから。うん。あげます。はい。ほい。持った感じがめちゃ重い。めちゃ重い。これをバンズに、はい、お願いしていいですか。挟んでいって、しますよ。バンズに挟んでいって。じゃあもうこれ乗せていくよ。乗せていくよ。ちょうどいいサイズ。うわいうわ、これかけていいですか。じゃあ。うわいこりゃ。いけますよ。あじゃあマヨこれハンバーガーに入ってるっぽく。あ、いいですね、真ん中にギューッとギューッと。わいギューッ、トマトいっていいですか。はいはい、いらっしゃいませ。もいらっしゃいませ。はい、はい、でキャベツ。難しいな、キャベツ。難しいな、うん、キャベツはもうはみ出るね。起こしてもいいです。もう
これでこう横にこうするとおわおしゃれおしゃれあえてかぶせないあえてかぶせないおお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 おやばいキャベツはい完成はいじゃあ食べていきましょうはいやばい綺麗かよおしゃーそれおしゃーやおしゃーになったおしゃーお茶を見る人大丈夫大丈夫おしゃーあーケバンのシェイクコーティングシェイクちょっと今から作りますかシェイク今からちょっとこれ一旦置いてちょっとブギーな胸騒ぎでね。それで行きます。はい、食べます。分かった人何用でやろ。はい。それでは行きます。行きます。これこうスライスしてもいいぐらい贅沢な肉、ね。分厚いね。うわおりゃ。かぶせますよ。うわ。うわーい。こんにちはしてこれソースがこんにちはしていただきますよおいちょっと分厚すぎおいしょいきますこれやばめっちゃめちゃうまいもう俺もう他の食べれんかもしれんなんじゃこりゃいやめっちゃ肉分厚いやん、うん、サクッ、うんうん、サクッて切れんのやばこれうまっこれさ、うん、ここ数ヶ月の、うんうんうん、飯の中で俺一番好きかも照り焼きの味、めっちゃうまいねうんめっちゃめちゃうまいいやこれね、他にも食べてもらおうと思ってね、うんうん、切ってお裾分けしようと思ってたけどね、うん、やらうん、ちょっとね、これやばいな食べたくなるなあ、うまいこれ次シャトーブリアンでしますかありやねありだあ、リエモンさんのとこの肉もいいなおぉということではい贅沢にはいヒレ肉を使ったヒレカツバーガーでしたありがとうございましたよっしゃご視聴ありがとうございますメインの釣りチャンネルはこちらですはいしはい